細長橋は、大分県文豪大野市の大野川に架かる橋である。大野川が、三重川と合流する地点のやや上流の文豪大野市、三重町、宮野寺細長と、同志犬会町田原との間に架かる。かつての国道326号の旧道である、文豪大野市道、深野西町線の橋である。なお、百八十三年に完成した、現在の国道二十六号は、 この橋の下流で大野川を越えている。1931年12月に開通した、橋町115.1メートル、福井4.9メートル。7景観の桁橋で、中央部西館町、角28.5メートルの2連の火事式港、ポニー平行原、ワーレントラス構造を持ち、右岸側の2景観及び左岸側の3景観が、コンクリート桁とされた道路橋である。 株高は、霧石積み橋脚である。コンクリート商売が剥離して鉄筋が露出すると、老朽化によって危険な状態にあるため、2005年3月31日に合併して、文豪大の市となる前から旧三重町によって通行止めとされている。近年ではフェンスが設置により、出入りができない。本橋梁は、土木学会による近代土木遺産2800線 B ランクに、 選出されている江戸時代、大野川中流域の右岸に位置する三重河は薄木半領であり、大野川には河川港の細長港や掃き合港が設けられて、対岸の犬海港と共に大野川の周運を担った。細長港には、三重屋の力と次まで城のお前を運ぶ船が発着した。1876年には、大野川を浚渫して、 チンダの滝下の背頭まで船が遡上できるようになり、細長には多くの商店が立ち並び市街地が形成された。細長橋の北側の山林内には、細長の繁栄の様子を記した、細長繁栄期の石踏みが残っている。この石踏みは1878年に混流されたもので、文豪大野市の有形民族文化財に指定されている。大野川の通船は、 高平本線の開通などに伴い衰退していった。江戸時代には細長、港付近に橋はなく、細長には私が設けられていた。細長の私は明治時代に入って交通や運輸が増えると県営となった。細長は大分市市街地から犬飼町を経て三0町に至る交通の用路に位置しており、 やがて私船では増大する貨物輸送の需要に対応できなくなったため、明治時代末から架橋の必要性が叫ばれ、1931年12月に細長橋が完成した。一方、細長の私は細長橋の開通に伴って廃止された。ありがとうございます。